板倉の衝撃エピソードを語るコウキミが馬乗りで殴られてた。堂安律が自身の YouTube チャンネルで苦労人編時代のチームメイトで日本代表でも共闘する板倉コウとの対談を公開。二人の関係性や貴重なエピソードを明かした。衝撃だったのが板倉が苦労人編のチームメイトと喧嘩をしたというエピソードだ。堂安はめちゃめちゃ喧嘩してた。チームメイトと殴り合いもしてるし、練習中に喧嘩になってチームメイトに思いっきり馬乗りになられて殴られた。しかもめちゃくちゃちっちゃいモロッコ人にと笑いながら当時を回想する。堂安がでもあれでコウ君の立場が変わったと思う、あれがきっかけだと思うと主張すると、板倉も同調した。俺もちょっとそれは思ってて、その後にそのデニーバイスという当時の苦労人編の監督から初めて肩を組まれて、お前いいぞよくやったみたいな、そういうのが好きな監督だったしね。それが全ていいとは思わないけど、モロッコ人に馬乗りで殴られてる板倉想像したらおもろすぎる。次のキャプテンは絶対板倉。めちゃくちゃ小さいモロッコ人に馬乗りになられて殴られる板倉高さん、何事。海外でやるならやっぱメンタルが大事なんやな。堂安板倉が審議会で心が一番大事って言ってたのほんまそうやなって思った。めちゃくちゃ面白い。引退後ではなくて現役の選手同士のこんな会話が聞けるの貴重すぎる。鎌田チャンネルに編集教えてあげて。鎌田チャンネルとコラボしてくれ。鎌田チャンネルコラボ待ってます。3人の人質が書くみたい。指揮官ジョージのようなマイク。